はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、こちらの記事ですね。私人逮捕系 YouTuber のやりすぎ危険行為に JR 東日本が軽傷だって、駅や車内の秩序を乱す行為はやめてっていうことで、まあ、痴漢撲滅系とかで、まあ、元光も動画で取り上げたことあるんですけど、あまりにもやり方がひどすぎるっていうことで、勝手に制圧してしまう YouTuber が炎上してたんですけど、 その行為に対して JR がそれやめろーっていうことで。 警鐘鳴らしてもう撮影はやめてくれっていうことがね言われてるわけなんですよまあ、だからもう JR 東日本のところで活動できなくなるんじゃねえのって言われてるわけなんですよねでねさらにですねまあ、こんな感じでその、えー、痴漢撲滅系の YouTuber 死人対応系 YouTuber がねメンバーシップが凍結されましたっていうことで多くの通報によって凍結させられてるみたいなんでね、まあ、その件についてもね見ていこうかなと思います元水 ののチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、まあ、この記事見ながら追っていくんですけど痴漢や転売ヤーなど時系団のように取り締まる動画を配信する詩人逮捕系 YouTuber の活動が賛否を呼んでいる弁護士 .com ニュースではこれまで詩人逮捕系 YouTuber が抱える法的問題を何度か指摘してきたえ鉄道事業者はどのように捉えているのか JR 東日本 は取材に周囲のお客様に危険が及ぶ行為など駅や車内の秩序を乱す行為はおやめいただきたく存じますと警鐘を鳴らしたということで、まあ、こういう周り目迷惑かけるようなことはやめてくれっていうのをね言ってるわけなんですよね、えー、混み合う駅の中の逃走あわや階段で転落ということで最近またね、えー、やばい事件が起きたわけなんですよ、えー、詩人逮捕系のの動画は加害者による犯行の様子や 身柄を拘束して警察に引き渡すまでを撮影したもので、スカッとするといった肯定的な意見も寄せられる一方、その多くは批判的なものだって、特に物議を醸したのは代表的なチャンネルの一つが10月に公開した動画だったと、えー、JR 最強線で 痴漢したとしてユーチューバーが男性を追い詰めていく内容だ最終的に駅コーナーを逃げ回る男性を組み伏せたがその最中で揉み合った男性が階段で転倒した一つ間違えば当事者だけではなく他の駅利用者も巻き込み大怪我をする恐れがあっただろうっていうことで、まあ、ちょっと前に話題になってたんですよね、まあ、こんな感じでね駅のホームで暴れ階段を転がり落ちながら必死で逃げる男をガッツチャンネルこれ、まあ これがねガッツチ,チャンネルの中島氏が執念の詩人逮捕だーって男は通行人に足をかけられながらも逃げて逃げて最後は当然のごとく中島氏に確保されたと、まあ、実際に盗撮とか痴漢とかをしてたのかもしれないんですけど、まあ、あまりにも捕まえ方っていうのがひどかったっていうことで話題になってるんですよね、まあ、それはやりすぎだろうって、まあ、こんな感じで、えー、モザイクがかかってない人が YouTuber になるわけなんですけどこんな感じでね、えー、この被疑者っていうの まあこの動画内では被疑者だけどね、まあ、その人をつかめて「おいおいおい」って言ってで駅員さんも来てるわけなんですよねでそんな中この男の人が、えー、途中で逃げるんですよ。 えここからまダッシュで逃げて階段でえ転びながらもう完全に転んでるんですよね転げ落ちながらもう逃げてるんですよね、まあ、この人もまあ悪いことしてると自覚があったのかもしれないですけど、まあ、こんなぐちゃ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 やってたら周りのお客さんにも迷惑をかけることになったりするんですよねこれに関しては本つは駅に任せればいいんじゃないのかなと思いますけどねで最終的にこれ武力行使で無理やり制圧してる様子がね、えー、まあ映ってるわけなんですけど監視カメラの映像とかであっ と,と特定とかもできそうな気がするんですけど、まあ、こういうガタガタって逃げられたり、追ったりして、まあ、危うく怪我人とかも出そうな、そんな状況になっちゃってるということで、これはやりすぎだっていうことで、ネットで話題になってたわけなんですよね。 で、記事に戻っていくんですけど他のチャンネルの動画では盗撮したとされる男性を取り押さえる際に高齢女性にぶつかる事態となったということで、まあ、そういう被害とかも出てるんですよだから JR 東は、えー、東日本ね危険で秩序を乱す行為やめてって撮影配信が新たなトラブルにつながるぞって鉄道事業者は私人逮捕系 YouTuber の活動をどのように受け止めているのだろうか動画が撮影された JR 東日本は便利 弁護士 com ニュースに回答したということで電車、駅、構内での私人体を系 YouTuber の数をどのように捉えていますかっていう質問に周囲のお客様に危険が及ぶ行為など駅や車内の秩序を乱す行為はおやめいただきたく存じますとでまたプライバシーに関わるほかお客様同士のトラブルにもつながるためほかのお客様が映るような撮影またその動画の公開についてもおやめいただきたく存じますということでまあ、そりゃそうだよね だっていろんな人が映ってるからね。で、電車内や駅構内の撮影、配信のルールを教えてください。このルールは YouTuber の活動を規制するものでしょうかということで、まあ、駅構内ってどういうルールなのって、個人的な趣味等での撮影に関しては安全上の問題があり、他のお客様のご迷惑となると判断された場合は、撮影をやめていただくようお願いしております。まあ、撮り鉄とかもそういうとこだよね。配信は当社が行うものではないため、 社内でルールは定めておりませんが収益性のある動画共有サイトへの投稿など個人の営利活動における弊社保有施設内での各種撮影はご遠慮いただいておりますと。まあ、ということで個人の営利目的の撮影投稿とかやめてくれっていう風にね鉄道会社は言ってるわけなんですよ。まあ、こうなってくると今のこの詩人隊予定痴漢撲滅系なんて撮影も投稿もできなくなって なっちゃうわけなんですよねなお法人としてのお取り組みの場合は内容によりご相談をお受けすることが可能ですということで法人立ち上げて、まあ、そのね駅と協力するとかっていうんだったら話がねできるみたいなんですけどどうなんだろうね進むのかなそれで「名誉毀損や暴行などの罪に問われる可能性もと」とこうした動画では犯人であっても本人を特定できる形で動画を公開すれば名誉毀損罪が成立する可能性がある。またたなな要件を満たさない詩人 私人逮捕が暴行罪などに該当する可能性もありうるぞっていうことでこうした私人逮捕系、まあ、無理やり制圧しているようなそんな人っていうのはその行動自体が犯罪になる可能性もあるということと、まあ、実際活動を行っている、えー、鉄道会社もこういうふうにねもうそんな勝手なことはやめてくれっていうふうにね言ってるわけなんですよ。 まあここまで言われたら、ついに鉄道会社から締め出されちゃうんじゃないのかなと思いますけどね、活動できなくなるよね。で、さらに、こういう被害とかもあるみたいなんですよね、新宿駅の山手線のホームで、16歳の男子高校生が16歳の女子高生を盗撮する事件が発生したっていうことで、その時にも、このね、えー、YouTuber が行った。 みたいなんですけど盗撮した犯人を捕まえた詩人逮捕系 YouTuber に被害者の女性のお母様から刑事さんを通して動画の削除以来の連絡がということで、まあ、被害者の方からもうちょっと動画ととかにには上げなないいででくれという風に来てるわけなんですよね、まあ、だってさ被害者側からしたらさ確かにモザイクとかかかってたりしてもさ見る人によっては「ああの人じゃん」って気づく人だっていると思うんですよね服装。 とかでまあ、なのでネットで配信するっていうのは被害者の側をね苦しめる可能性だってあるわけなんですよ。まあ、この後動画にはしないっていうのは言ってるんですけどただまこういうこともね考えていかないといけなくなりますよね。でねこうした YouTuber はあくまで痴漢撲滅だということを掲げてえ動画を上げてるわけなんですよね。まあ、痴漢をする人犯人の抑制につながるからっていうことで動画を上げたりしてるんですけどただ実際メンバー メンバーシップとかもやってるんですよ、YouTube のね、まあ、会員制の。ちょっと元光はね、えー、メンバーじゃないんで、どんな特典を受けれるかは分かんないですけど、まあ、こういうツイートがあって、今日ガッツチャンネルのメンバーシップ限定で公開された動画、すごいなーっていうことで、限定で動画とかも上げてるみたいなんですよね。で、実際本人が YouTube で発信してた内容によると、まあ、その、えー、駅とかで酔っ払い 同士の喧嘩をしてたり知ってるのとかを、ま、動画撮ってメンバーシップで公開しますよっていうのを言ってるんでやっぱり営利目的な感じでそうやって撮影動画投稿して、えー、お金を稼いでたりするわけなんですよね。 まあ本当に痴漢撲滅っていうその大義名分がね、えー、目的なんであればそれこそ鉄道会社と協力してですね、まあ、その請け負ったり仕事として請け負ったりするのかちょっとそこら辺分かんないですけど、まあ、鉄道会社に代わり僕が撲滅運動しますと、まあ、動画とかに上げるんではなくてそういう活動を地道にやっていけばいいんじゃないって元光は思っちゃいますけどね。 ただですね、このメンバーシップやってたはずがですね、なんと凍結させられたみたいなやつで、ガッツチャンネルのメンバーシップが凍結されましたって、詩人逮捕系 YouTuber だから規制が入ったのでしょうっていうことで、コロワキの,の YouTube 版の次は、このガッツチャンネルが、えー、メンバーシップ凍結されたみたいなやつで、ざまーと思った人はいいねお願いいたしますっていうことで、現在停止されていますというふうに表示されるらしいんですけど、 まあこんな風にね、えー、元光が見てもメンバーシップのボタンは確かにないんですよね。 まあその原因かどうかはわかんないんですけど、いろいろ通報とかもされまくってたらしいですよ。この文章でガッツチ,チャンネルのメンバーシップが凍結されたら嬉しくなりますね。本日は Google 赤5つで違反通報しました。文章なしです。ということで、詩人逮捕系の人たちを通報してる人たちがいっぱいいるみたいなんですよね。まあ、この人もそうで、結果 YouTube としてもメンバーシップの内容、それダメだからっていうことでね、凍結されちゃってるんですよね。下手したらこれ YouTube チャンネル チャンネルごといつかバンされそうですけどねまあ、ということで YouTube からも凍結くらっ あと JR 東日本からは活動をやめるようなことをね言われてしまうというような話なんですよねもう活動できなくなっちゃうっていう話なんですけどいろんな人の意見も見ていこうと思いますこちらから、えー、詩人逮捕系 YouTuber に対し駅や車内の秩序を乱す行為はやめてと JR 東日本が警鐘を鳴らしてますがこの詩人逮捕系 YouTuber というのは結局のところメイン系 YouTuber でしかないと思います本当に純粋な正義のために ならわざわざ動画で撮影する必要もネット上で拡散する必要もありませんっていやまあ本光もそう思いますね。やこういう行動ドで、えー、まあサラすかのようなことをやってるんであれば目的は変わってくるよね。 確かに捕まえるところをネットで拡散すれば抑制になるのかもしれないですけどメンバーシップ作ったりだとか、まあ、収益目的でやってるようにしか思えないよねとか他には PV 稼ぐためなら何でもやる感じになるので YouTube 側でバンしてもらうしかないってやっぱ迷惑系ってそうだよね YouTube からバンしてもらうしかないよねっていうようなね意見がありますね。まあ、とはいえ一つね、あのメンバーシップは凍結させられてしまうっていうことになってますからねとか他には最初は心強かったけど明らかに周りにも迷惑な感じになってきたし問題視されるよなーっていやそうなんですよ。あの痴漢撲滅っていうこと自体は元光もいいかなとは思うんですよ。ただその限度ってものがありますよねやり方の制圧だとかあとは被害者が求めてない時にね 無理やりこいつ犯人だっていうようなこともあったんで、まあ、それは違うだろうって元光も思いますね。とか他には、えー、詩人体を系 YouTuber のアカウント停止が続いてるようだし、そのうちこういった話題も少なくなってくるかなーっていうことでもう軒並み YouTuber アカウント消えるんじゃないのかーっていうのもね、言われてたりしますね。とか他には逆にね、まあ、今回のニュース、えー、JR 東日本に文句を言ってる人もいるんですけど、何言ってんの ?JR 東日本、バカかーって。 何十年も痴漢を見逃し続けて放置して生ぬるいポスター貼ってなんかやった気になってるから私人逮捕マンが生まれたんでしょうがって私が捕まえた痴漢から目離して線路に逃したことを忘れてないからねクソがよーって。 まあ、詩人逮捕に文句言う前にちゃんと鉄道会社でなんとか痴漢を撲滅しろよっていうことがね言われてたりするんですよね。というか何もやってねえじゃん鉄道会社みたいなことも言われてたりするんですけどそういう意見もいっぱいあるんですよ。まあ、確かにそれができてないからこういう詩人逮捕系 YouTuber がバズったりするのかもしれないんですけどただね、えー、元光の印象的には鉄道会社も警察と手を組んだりして、まあ、痴漢を撲滅するために そのパトロールしたりとかしてる部分もあると思うんですよねなんかの映像で見たこともあるんですよちょっとそこねソースは出てこないんですけどまあ、ただ実際にまあ、こういうビラとかね鉄道会社で痴漢撲滅キャンペーンやるよってまあ、こんなのじゃちょっと弱いのかもしれないですけど動いてないわけじゃないんですよ 一応キャンペーン期間中は警察の協力のもと警戒を強化するとともに痴漢被害に遭われたお客様の周囲のお客様に対して痴漢被害があったことを駅係員等にお知らせできるような呼びかけ等行ってまいりますということで私服警官みたいな人が痴漢をね捕まえてるそんな映像とかも元光は記憶にはあるんですよね見たことあるどっかでとか痴漢で逮捕とかってニュースとかにもなってるんでまあそれなりには動いてると思うんです ですよね、まあ、ただこうやってね YouTube 動画で上げて拡散されてるからこそ、まあ、この人ばっかりに目がいってるだけだと思うんですよこの人が活動してるよって、まあ、あとは警察とかだったらやっぱりその冤罪とかっていう可能性もあるからもう本当に念入りに念入りに相手をその「お前痴漢してるだろ」みたいなことを言わないといけないわけだからこういう詩人逮捕系 YouTuber みたいにねちょっと怪しい人を尾行したりしてそれでね えー、あこいつ痴漢だみたいな感じでいきなり制圧とかお前やってんだろうみたいなそんなことはできないわけですよねだってそれはそれで冤罪だったら人一人の人生を狂わしたりするわけだから、まあ、そこには理由があるかなと思いますというよりも何よりもねまあ詩人逮捕系 YouTuber がやりすぎだっていうことを言われてるだけであって別に痴漢撲滅運動をやめろとはでは言われてないわけですからね ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元道のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。